ベイちゃんには目標がある。日本一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 と草野球で勝たないといけない。ベイちゃんお別れとなります。おはようございます。今日はどんな大会なんですか？今日はまあ GBL の秋のリーグということで、まあ、日本一を狙う大会とかではないんですけど、まあ、リーグ戦ということで、前回の負けから、まあ、前回の練習含めて意識改革っていうのが選手たちの中でもあって、で結構同じタイミングで僕の中でもあったので、選手と同じタイミングで同じことを思ってたんだなと思って、でまあこっから今までは、まあ、選手のやりたいように野球やっていたと前回も言ったんですけど、まあ、ここからはもうちょっと勝ちに行く野球で、僕ももう選手バンバン変えたり、サイン出したり、もっと積極的にやれることをやっていこうと思って、で今日はリーグ戦なんですけど、まあ、いろんな選手を試しながらっていう部分あるんですけど、ちょっと今までとは違ったベイちゃんの野球スタイルっていうのをやっていこうかなと思っています。はい。まあ、前回の、ミーティングでも、自分から言ってた発言してた、ガッキーと、それからテッタで、テッタを今日、1番サードで起用したんですけど、でいつもガッキーは1番か6番だったんですけど、今回3番ということで、まあもちろんテッタはピッチャーとしても考えてるんですけど、まあ、今回前回の、ね、練習でやっぱり走塁が一番一人だけずば抜けてタイム早かったん でプラスやっぱり今後野手としても考えないといけない、やっぱり足が使えるっていうところで、軟式野球で勝つためにはやっぱりテッタみたいな存在が、テッタ楽器の存在がでかい。そうですね、もう本当に久しぶりの野手で起用してもらったんで、僕もすごいやる気出てるし、野手でもいけるぞっていうところを皆さんに見せたいなって思ってます。まあ一番で起用してもらったんで、チームに勢いづけられる打席にして、いい形で先制点を取れるような取れるようにキーマンとなりたいと思います。まあ、そうですね、まあ、西垣はこう強いスイングが魅力なので、まあ、西垣は1番じゃなくてやっぱ3番とかに置いて強いスイングをした方がいいんじゃないかなとかっていうふうには思ってて、まあ、なんか1番でも全然 OK だし、まあ、3番とかで強いスイングした方が魅力的なのかなと思って、だから1番の役割は僕に任せろって感じで思ってます。西垣と若々しい生き生きとしたプレーをして、まあ、チームの勝利に貢献できればいいなと思ってます。もちろん出てるのは9人で、試合やってるのは9人なんですけど、その出てない人の分もやっぱり納得するためには、やっぱりその9人のうちの1人が1人でも何ていうんですかね、自己満足で野球やっててもしょうがないんで、まあ、そこは、チームのために、例えば、エンドランだったりとか盗塁もそうですし、まあ、バントもそうですし、まあ、なんていうんですかね、その状況に応じた、まあ、叩いたり、内野ゴロ転がしたり、外野フライ打ったりとか、まあ、そういったところは、まあ、狙ってやっていきたいと言いますか、自分の中でそこを、まあ、自分のプレースタイルを一回まず日本一に ならないと、ずっと視聴者の人に見てもらえないんで、まあ、そこは今年の1年まずは、本当にチームのために、まあ、少しプライドを捨て日本一になるための選手として頑張っていきたいなと思います。入団してからずっと1番バッター打ってきたっていうのもあるので、まあ、正直悔しくないかって言われたら、まあ悔しいところではありますし、まあ、ただ、監督もいろんな意図があって、まあ、いろんなことを考えてオーダー組んでるので、まあそこは与えられた打順で自分がおのずとチームのためにやっていけば、
また、まあ、1番でも、まあ、今日みたいに3番バッターでもいろいろなところで活躍できればそしてチームが勝てばもう何でもいいかなっていうのはもう割り切ってます、はい。そのまあ、僕だけじゃないと思うんですけどそのいいチームにいいその流れじゃないですけどその影響いい影響を与えれたらなっていうのを言ってましたね。やっぱその一番の役割とかそういう体が小さいテッタの役割とかそういうのを見せていけたらいいなっていうのは言ってましたね。そうですね、テッタもやっぱ変わり者なんで感じてるのかもしれないですけど表に出さなかったりとかするんでちょっとそこはよく分かんないんですけどまあ本当にピッチャーやったり野手やったりとか本当に今回一番サードで起用してもらって、まあ、すごいなって僕はピッチャーしかできないんで思うばかりで、まあ、その中でこれがいいチームにいい影響を与えてくれたら本当に日本一も遠くはないと思うんで、まあ、今日の試合は本当に楽しみですね。いやーでもどうなんですかねこれ言っていいのか分かんないですけど本当にガッキーに成長してもらいたいっていうのは僕も思ってて多分テッタも思ってると思うんですよ。なのでその一番の役割っていうのをテッタがその見せていけたらっていうのは軽くは言ってましたね。それでやっぱそこでまた西垣がガッキーが一番に戻ったとしてもその役割を同じような役割を果たしてくれたりとかしてくれればなっていう感じではニュアンスでは言ってました。はい、すいません、すいません、ダメ、あとあのベンチスタートね、冗談抜きで、よっしゃ、ベンチスタートダメ、はい、おだす、おだす、今日が GBN の秋のリーグ戦となります。で、まあ、日本一がかかっているとは言えないんですけど、まあ、リーグ戦とは言え、前回の負けから反省して、次の日本一の大会に向けて、また新しいね前回の練習からいろいろ意識している部分があると思うので、いろんな選手を使っていこうと思います。はい、ただちょっと、オーダーを考えていたんですけど何人か遅れてきているので渋滞とかもあってね、アップできてないと思うんでちょっとオーダー変えます。でその新しいオーダー今から発表しますね。1番サードテッタ、はい、2番ショートガッキー、はい、3番センター朝日、はい、4番ライト岸里、はい、5番レフト星、はい、6番セカンド水上、はい、7番ファースト祐介、はい、8番 DH 吉岡、はい、9番キャッチャー鍋大、はい、先発ピッチャー瑛太、はい、2番橋本、はい、で4回からキャッチャー鍋、はい、であと堂田翔太高見さん途中で交代して出しますと、はい、いう感じになりますので、まあ、こういったハプニングもあるんですけど、それで出たスタメンのメンバーは、ね、アピールするチャンスだと思うんで、はい、しっかり準備してると思うんで準備してください。いいですか。はい、はい、はい、じゃあ最後キャプテン。まあ、イレギュラーなことあったりとか、相手がね、何ていうか分かんないとか、いろいろ分かんないことがあるんですけど、とにかく入り口を決めて感じていたいと思います。いい準備して、チラッと行きましょう。よし、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 持ってきたぞ。はい、ベイちゃん対ガルウェイベースボールクラブさんとの試合です。スターティングメンバーはこのようになっております。もともとの本当のスターティングメンバーは
1番テッタ、2番タガミ、3番ガッキー、4番キッサト、5番アサヒ、6番星、7番ドーダ、8番ショータ、9番ナベダイで、ピッチャーがエータの予定だったんですが、今日はタガミさん、それからドーダ、ショータが、遅刻ということで、もう試合前ギリギリの遅刻だったのでアップもできてないので、そんな状態でね、大会とか試合には臨むことはできないので、スタメンを落として新しいオーダーがこのようになっております。でやはり、この新しいオーダーで注目すべきはやはり1番テッタ、2番ガッキー、今まで1番を打っていたガッキーが、意識改革で、まあ、テッタが新しく1番に入り、テッタがガッキーにこのような感じで1番バッターになってくれという姿を見せたいということで、1番テッタ、そして2番にガッキー、ここがどういう活躍をするのか、そしてもともとスタメンではなかった、まあ、水上に関してはもともとレギュラーなのでまた別なんですが、7番ファーストのユースケ、それから8番 DH 吉岡、もともと今日はスタメンじゃなかったメンバーが、急遽、スタメンということで、こういったところでレギュラーをどう勝ち取っていくか、どういうアピールをしていくか、っていうところに注目していきたいなと思います。さあこの日はねかなり、風が強い状態での、試合となってね、ちょっとカメラのアングルが最初の方ちょっと、悪くてですね、かなり揺れも今日はあるんですが、皆さんどうかご了承いただけたらなと思います。まずは初球はファール、ストレートから入りました。あの後ろのね斜面の草を見てもらったら分かると思うんですけど、かなりの強風なんでね、外野フライとか、内野フライもかなり気をつけないといけないなというケアと、やっぱり太陽がかなり眩しかったのでこの日もね、まあ、サングラスは必須になるという感じですかね。さあここは先頭ファーストゴロ、ユースケのところうまくさばいてファーストゴロでアウト。ユースケもねあのファースト今回初だったんですけど、守備もね もちろんマルコ・ラギもねベイちゃんうまいんですけど、その2人にはないような機敏さと言いますか、でそれは器用さもありますし強引さもありますし、なんていうんですかね、こうユースケの守備っていうのも今日ね注目しながら見てもらえたらなと思います。さあ先頭は取って、さあいつもと今日は違うのがサードがテッタ、そしてファーストにユウスケと、いつもと違うポジションをやってるところなので、そこら辺に打球が飛んでくるんですけど、やはり最初はね、ユウスケに打球が飛んできてファーストゴロ。続く2人目のバッターは、さあここファールフライ、テッタ追いつけるかという微妙なところなんですが、ファールということで、これナイスガッツですね。ちょっと怪我されたら困るんで危なかったんですけどね、これはテッタナイスガッツです。取れなかったんですが、さすが運動神経抜群の動きですね。すいませんね、これ画面がすごい揺れてますね、本当に風が強くてですね、あの申し訳ないです、はい、ここはサード、ここもテッタ飛んで2アウトとなります。いいですね、エータの立ち上がり、そして守備の立ち上がりとしても、難なくさばいて2アウトランナーなしとなります。続くバッターは3番バッター、いいスイングですね。さあこういうバッターのスイングをしてくるバッターなので、うまく配球を考えていきたいところ。まっすぐはかなり張ってくると思うんでね、強振してくるタイプのバッター。ここは外ギリギリいっぱいでストライク、ナイスボールです。さあ追い込んでからファル、少しねまっすぐはこう差し込まれてるような感じではあります、タイミング的にはね。さあフルカウント、ここは少し逆球でファール。ここはうまく当てられてセカンドの頭を越えてライト前ヒットとなります。これはやはり向こうのバッターがうまかったですね。追い込まれるまではフルスイングして、追い込まれたらこうちょこんと当てていくっていうね、まあ、エータの球なんで、あのフルスイングしなくてもちょこんとね芯に当てたらポーンと飛んでいくので、うまくそれを利用されたなっていう感じのバッティングでした。ナイスバッティングです。ツーアウトランナー1塁、バッターは4番バッター。ちょっと立ち上がりにエータ逆球が多いような感じではありますが、ここは微妙に外れてボール、2ボール1ストライク、
さあ追い込みました。これはナイスボールですね。外のスライダーを打たせて、これ風がかなり強くて難しいんですが、岸里さすがです。ライトフライに打ち取ってスリーアウトチェンジ。かなり風が強いんですけどね、やっぱり岸里経験が違いますね。さすが素晴らしい外野の守備です。さあ1回の裏見ていきましょう。注目はこの日先頭がテッタ。一番最初のレイちゃん対クーニング戦の練習試合で一番テッタを起用していました私なんですが、それ以来の一番テッタという起用になります。ここでの意識はやはりテッタは低い打球、そしてなるべく逆方向転がしてエラーを誘うような、もしくは内野のあたりを越えてヒット、そして盗塁っていうのを役目としてガッキーにやってほしいと強く言ってました。さあその姿をテッタは見せることができるのか。ここで低い打球を打ってショートを弾いて三遊間の深いところだったので内野安打となります。テッタナイスバッティングです。こういうバッティングなんですよね。素晴らしいです。ノーアウトで出塁、そして続くバッターは2番ガッキー。まずはテッタは盗塁することが大事です。そして初球すかさず走って、さすがチーム1の俊足、余裕でセーフとなりノーアウトランナー2塁とチャンスは広がります。ここでガッキー大事なのは大きいのを狙わずに右方向に転がしてワンアウト3塁を作ることが大事です。ここはセーフティー気味に見逃してボール。やはりここでね、大きい当たりを打って長打を打つのももちろん魅力的な部分であるしガッキーの長所ではあるんですが、軟式でなかなかねそういったものは上のレベルになると打ちにくいところもあるし確率的には低いところなので、やはり日本一を取って勝つ野球をしていくには確実にランナーを進めていって1点1点着実に取っていく野球が軟式野球のやはり強いチームのセオリーというところなのでね、それを理解してくれたらありがたいところで、しっかりここはボール球を見極めてガッキー出塁、ノーアウトランナー1、2塁、チャンスは広がります。チーム1、2の俊足が1番、2番で出塁してノーアウト1、2塁でバッターは3番の朝日に回ってきます。さあここは朝日なんでね、もうノーサインで朝日に任せるよという感じで打席に送っていました。いいですね、この今のファールなんですけど、しっかりこう右打ちの意識があるスイングしてますよね。もう見たら分かると思うんですけど、こういうスイングの中に意図が見えるのでやはり見てても安心ができます、はい、もちろんこれでね、結果がどうでアウトになったとしてもやはり意図が見えるので見てて気持ち、これあおこれストライクなんですね。見逃し三振でワンアウト、この三振はもうしょうがないですね、あれは、はい。さあワンアウトランナー1、2塁でバッターは4番の岸里に回ってきます。やはり審判によってねストライクゾーンというのは全然変わってくるので、これはもう草野球のあるあるなんでね、そういったところも臨機応変に対応していかないといけないところではありますが、すぐ朝日もねベンチ帰ってきて、外広めだよってすぐね審判のストライクゾーンの特徴をね、ベンチに共有していく、これも基本通りです。そして岸里はしっかり選んでフォアボールでワンアウト満塁の大チャンス。ここでバッターは5番レフトに入っている星に回ってきます。星のいいところはヒットは自分が打てなくても自分を犠牲にしてでもランナーを進めること、そして塁に出ることっていうのを優先的に考えることができる星君、そして打つときには長打ホームランもきっちり打てるバッター、素晴らしいバッターです。軟式野球では一番嫌なタイプのバッター星君。ここはストライク追い込まれました。ここはインコース低めのスライダーですかね、外れてボール。そしてインコースデッドボール、さすがです、素晴らしい
これで押し出しで1点ベイちゃんが先制します。テッタから攻撃が始まって、なんとヒット1本で1点入りました。素晴らしい攻撃です。なおもワンアウトランナー満塁で、バッターは6番セカンドに入っている稲上に回ってきます。ここで稲上が大事なのはやはり叩きつけて、ゴロを打つこと。叩きつけてゴロさえ打てばもう満塁なんでね、三塁ランナーは打った瞬間ゴーになるんでね、もうゴロがいった瞬間ゴーになるので、叩きつけて高いバウンドをなるべく内野に2バウンドで取らせるゴロを打つのが一番最高です。ここは外いっぱいのカーブみたいなボールですかね、変化球で空振り三振で2アウト満塁となります。バッターは今日ファーストに入っているユウスケ。ユウスケもね、練習の時とかバッティング練習とかよく見てるんですけどね、いつもいい当たり打ったり、長打を打ったりね、ユウスケもバッティングがいいのはもうみんな分かってるんで、まあ、ここでどういうアピールをするのか、もともとピッチャーでは取ってるんですが、こういったチャンスでもものにしたいユウスケ。ユウスケ、次の球大事、次の球いけ。ここは低めの変化球ボール球を振ってしまい、フルカウントとなります。ここは見逃し三振で3アウトチェンジとなりますが、ベイちゃん1点先制しました。さあ2回の表見ていきましょう。初回は、ヒット1本打たれてランナーを出したんですが0点に抑えたエータ、1点先制したんでこの回は3人できっちり抑えてリズムよくいきたいところ。ここは変化球で打ち取ってピッチャーゴロでユウスケナイスキャッチ。素晴らしい、今のは素晴らしいですね。これはファーストの守備で輝かしいプレーを見せてくれてるユウスケ、守備からレギュラーを取っていくのか楽しみです。今のはピッチャーとしてもね助かりましたね。ここは高く上がって詰まって鍋台、これはスタート素晴らしかったです。1歩目が早かって鍋台キャッチャーフライさばいて2アウト、大事に両手で取りに行きました。素晴らしい。こうなってくると2アウトランナーなし、エータとしてはこう波にね、こうリズムに乗っていくタイプなんでね、こうなってくるとエータに手がつけられなくなってきます。はい、ナイスボール。あ、これはボール、いや、ナイスボールです。さあ、まっすぐでいいんじゃない、まっすぐでいいんじゃない、まっすぐでいこう、まっすぐで、ほらこれもナイスボールです。ストレートで空振り三振、3アウトチェンジ。この回はエータ三者凡退に抑えました。ナイスピッチングです。さあ2回の裏見ていきましょう。この回の先頭は今日ベンチスタートだったんですがスタメンになった DH の8番吉岡からです。吉岡としてはね、ピッチャーで最初入ったんですが、今はキャッチャーとしてコンバーとしてバッティングでね、こう打てるっていうところを見せたいので、この試合もね、打ち気がすごいあったと思います。そんな中しっかりボール球を見極めて、まあ余裕がある打席に見えますよね。なんか今日打てそうだなっていう気配はありました。ここはストライク、外のボール。はっきりしてるから、どっしー、ここはしっかり見極めて打ちたい気持ちを抑えて
チームのために塁に出る。素晴らしいですよ、吉岡。フォアボールで先頭出塁。続くバッターは9番キャッチャーの鍋台に回ってきます。鍋台にはしっかり送りバントのサインも出しました。きっちり仕事ができるのか鍋台。初球をきっちりきっちり転がして送りバント成功。ワンアウトランナー二塁となります。鍋台めちゃくちゃバントうまいですね。素晴らしい。そしてここでバッターは1番のテッタに回ってきます。テッタ、ここで大事なのはやはりワンアウト二塁なんですが、ヒット1本ではなく右方向に転がしてツーアウトランナー三塁でも構わない。そしてゴロを転がすことによって、やっぱりエラーのリスクもね増えるんで、そういったゴロを打つことが大事になってきます。テッタ指示指示指示キャッチャー落としたんやから指示せよ。よし、やばいよ、入ってない入ってない。あ、いいねいいね。ここはファールですね。ファールなんですが、きっちりねこう右方向に打とうっていうスイングが意図が見えるんでね、素晴らしいです。そしてここはきっちり転がしてセカンドゴロで、セカンドがファンブルして足が速い、蹴った。こうなるんですよね。セーフとなってワンアウト一三塁、チャンスが広がります。これなんですよ、しっかり右方向に打って転がすことによってエラーのリスクもあり、ツーアウトランナー三塁もしくはこうワンアウトランナー一三塁と、チャンスが広がってバッターは2番のガッキーに回ってきます。ここで確実にゲッツーを防ぎたかったので、ランナーを進めるために、偽装スクイズのサインを2球目で出そうとしてました。ここで偽装スクイズで一塁ランナーを走らせようと思ったんですが、ガッキーが打ってセカンドゴロの間に三塁ランナーはホームイン、1点入ったんですが、でこれ何があったかと言いますと、一塁ランナー、まあワンストライクノーボールで一塁ランナーのテッタが走らないといけないんですが、テッタがスタートを切っていなくて、それを見ていたガッキーがもう球がど真ん中に来たと、これ見逃したら、ランナーも走らない、そしてツーストライク追い込まれるので、確実に右方向にゴロ打ってゴロゴーだったので、吉岡さん帰れると思って右方向にゴロ打ちました。これはもうガッキーのファインプレーです。素晴らしい。テッタバカすぎるな、ちょっとサイン分かってないつもりで。はい、その通り、まあ、テッタのサインミスなんですよね。テッタこうね、いい打席内容をけ残せてるんですけど、サインミスは正直評価はかなり低いです。大事な場面であのサインミスをされると、ガッキーが今助けてくれたんでよかったんですけどね、ガッキーじゃなかったら大事になってたので、はい、良くないです。まあ、ちょっとベイちゃんもかなり複雑なサインは出してるんですが、しっかりサインを通りやってくれないと難しいところで、朝日は打ち上げてかなり風が強いんですが、ショートうまくさばいてスリーアウト、ナイスショートです。いい野球できたんです。いや素晴らしいです。ノーヒットでフォアボール、送りバント、テッタの進塁打でセカンドゴロでセカンドエラーで、ガッキーの内野ゴロで1点、ノーヒットなんで、これが僕が最初から言ってたいやらしい野球です。それは今本当に前回の練習で意識改革しようって言ってから、それが実際できてるんですごくいいと思います。はい、めっちゃいいと思います。はい、ただテッタのサインミスはダメです。さあ3回の表見ていきましょう。先ほどの回は三者凡退に抑えた瑛太、この回も波に乗っていきたいところ。ナイスボールです。これはボール、ちょっと外に外れてますね。今の いいですね。こうもうまっすぐがね完全にタイミング遅れてるので、これもイケイケどんどんで押していいでしょう。はい、ナイスボールです。素晴らしい、見逃し三振でワンアウト。それで OK。波に乗ってきた瑛太、こうなってくると本当に手がつけられません。バッターは9番バッター。簡単に追い込んで2ストライクノーボール。ここはキュルキュルの打球でピッチャーゴロゴロ土手で弾いちゃいました。内野安打となります。内野、まあ、ピッチャーエラーですかね。出塁を許してしまい、ワンアウトランナー一塁となります。バッターは1番バッターになります。切り替え切り替え、
ここはしっかり盗塁の、ね、可能性もあるので一塁ランナーをケアしながらの投球になります。この牽制はこれユースケタッチ素晴らしいんですがセーフということで、いいですねユースケ、この機敏な動き素晴らしいです。今までのベイチャのファーストにはなかった動きをしてくれています。ここは打ち上げてファールボール。ナイスボールなんですが少し低いんですかね。ボールこれもナイスボールですね。それですね、はい、ナイスボールです。ナイスボール、そしてうまく変化球タイミング外して空振り三振で2アウト。そしてユウスケこれも素晴らしい、ユウスケの守備が素晴らしい、今のうまくさばきましたね本当にね、素晴らしいファーストです。続くバッターは2番バッター、2アウトランナーは1塁。ここはしっかりセカンド宮上様素晴らしい守備で3アウトチェンジ、ベイちゃん鉄壁の宮上様です、素晴らしい。さあ3回の裏見ていきましょう。この回の先頭打者は4番の岸里に回ってます。岸里それからラギマルコあたりはね、まあ、意識改革っていう意識はあったんですが、まあ、その辺のメンバーはもう変わらず今まで通りのスイングで今まで通りのバッティングをしてもらえたらなと思って本人たちには伝えてます。ここはファーストゴロでワンアウト。うまく外の変化球をね打たされたという感じですかね。ボールからストライクになるボールでした。ナイスピッチャーです。続くバッターは5番レフトの星。これがナイスボールですね。先ほどの1打席目ではデッドボールで、押し出しの1点を稼いだ星、これはストライク、ナイスボールです。ギリギリいっぱいですなんですが、星しっかりねこうボール球にこうビクともしないような感じで見逃すんでね、しっかり見えて追い込まれたらこういう際どいボールはファールと、素晴らしい打者です。ここもファール。しっかりボール球を見極めてファールで粘ってフォアボールで出塁、素晴らしい。ワンアウトでランナーは一塁でバッターは南上に回ってきます。ここはランナーを進めたい場面、ここはセーフティーバントを見るんですがファールとなります。さあここはもうね、星には走れよっていうサインを出していました。追い込まれます。うまくインコースをカットしてファール。今のカットめちゃくちゃうまいですよね、インコース難しいボールなんですけど素晴らしい。ここもファールと粘っています。いいですね、粘って粘ってボール球は見逃す、これがやっぱり軟式野球の強いチームの鉄則なんですよね、素晴らしい。さあフルカウントとなりました。ここはランナースタートして、これ難しいボールなんですがしっかり捉えたんですが、ライトが素晴らしいとこ守っていましてライトフライとなり2アウトランナー1塁となります。
少しスタート切ってたんですがよく戻りました。ツーアウトランナー一塁でバッターはユウスケということで、ツーアウトランナーここは盗塁のサインを出します。よっしゃ、星は悠々とセーフとなり、ツーアウトランナー二塁となります。ここでバッターはユウスケ、いいところを見せれるのか。ここはセカンドゴロなんですが、ユウスケしっかり走って、これアウトということで、ただこのヘッドスライディングはね、すごいチームのみんなが、元気になったというかね、おあいつや頑張ってんなってみんながこう思えるようなプレーで、チームにとってもいいヘッドスライディングでした。ユウスケナイスバッティング、ナイススライディング。4回の表見ていきましょう。この回からはキャッチャーが鍋になります。久しぶりの鍋さんですね。そうです、なんかまあ肩が調子悪いんで、僕が通ってる病院とかを教えて治療とかしてるんで、やっぱり本人の中では前回の練習でセカンド送球がやっぱどうしてもタイム測ったのが遅かったんで、まあいかにどうやって肩強くするの無理なんで、ワンバン強いワンバンを投げるのと取ってから早くっていうのを意識プラス、やっぱり配球はいいんで、まあちょっとエータとも初めてのバッテリーなんでちょっと試してみようと、今回エータとバッテリー1イニング投げ組んで、その後橋本とバッテリーって感じです。どうだ、エータと鍋の初バッテリー、どこでねキャッチャーが誰がどこで怪我して、やっぱり鍋が急に大会に出ないといけないキャッチャーでってなった場合、エータといきなり初バッテリーで急にね大会とかやるとやっぱりこう難しさっていうのがあるので、経験させれるタイミングがあればやっぱりエータと鍋のバッテリーも組んでおいた方がいいと思ってたので、このタイミングで1イニングだけなんですが、鍋に交代してエータとバッテリー、そして次の回からは橋本と鍋のバッテリーという風になります。これはいいボールなんですがフォアボールとなり先頭を出します。ここ2点差あるとはいえね、先頭が出てしまったので、ここはきっちり1個ずつアウトを取っていって、無失点に抑えたい場面ではあります。バッター4番バッターなんでね、やっぱり長打は警戒しないといけないところ。ここはインコースうまくさばいて、ここはレフト前ヒットとなりノーアウトランナー1、2塁となります。今のはねこう肩口から入ってくる高めのスライダー、まあ打ちやすいボールですよね。今のはうまく4番バッターが捉えました。同点のランナーを出してしまいます。ますけどね、やっぱり同打の立場でこうずっとスタメンじゃなくて久々のスタメンで使うよってなって、しっかり練習でもアピールしてスタメンってなって、試合ね僕だったらこう2時間前ぐらいから来てからもアップして、しっかり準備をしないと気が済まないんですけど、きっちり遅刻してましたからね。今笑ってますけど本当に、当日この日は僕全く怒ってましたからね本当にね。さあここの打球はレフトセンターの間に落ちて1点返されます。そして打ったバッターは2塁へ進んで、なおもノーバウト2塁3塁の逆転されそうなピンチになりました。ここはきっちり抑えていきたいところ、もう1点取られたら同点ですからね、2塁ランナー返したら逆転、現在2対14回の表、時間的にも次の回が最終回っぽい時間帯になっているので、ここは何が何でもゼロに抑えたいところということで、大事なのは三振を取りたい場面。これナイスボールなんですがボール、これはナイスボールで、ここはきっちりショートに任せてアウト、ショートゴロで三塁ランナーは帰らず、ワンアウトランナーは二塁三塁になります。まあ今ピッチャーが取ろうとしてやめたんですけどね、あそこはピッチャーは取る必要はなくてね、
ピッチャー取れるんですけど、取っても体勢が悪いので、あそこはショートに任せたエータのファインプレーです。ワンアウトランナーは2、3塁。これもいいボールでストライク。さあ三振が欲しい場面ですから、エータも少しね力というかギアが上がっているところ。これはいいボールなんですがボール。はい、素晴らしいです。ナイスボール、空振り三振で2アウトになります。注文通りです。続くバッターは8番バッターとなります。ここ7、8番がね、先ほど7番バッターが三振で1打席目も三振で、この8番バッターも1打席目三振ということで、ここが三振を狙っていかないといけない場面。ちょこんと当てられてね、こうボッテボテの内野安打とかいうのがやっぱ怖いですからね、エラーを誘う打球で。ここは三振で打ち取ってほしいところ。ナイスボールです。鍋、鍋、帰っていいから。これはナイスボールです。素晴らしい見逃し三振で1点に抑えて2対1リードのまま、エータは投げ切りました。4回1失点、ナイスピッチングです。さあ4回の裏見ていきましょう。4回の裏の先頭は吉岡から。打ちたい気持ちがあったんですが、1打席目しっかり見極めてフォアボールを選んでくれました。吉岡の2打席目、吉岡としてやっぱり打ってねアピールしていきたいところ。今日は DH なんで守備がないのでね、バッティングでアピールしたい。そしてしっかり見極めてフォアボール。今日2打席連続フォアボールということで、吉岡打ちたい気持ちがあると思うんですが、しっかりと出塁してくれてます。素晴らしい仕事です。ここでバッターは鍋田に代わって、途中からキャッチャーで入っている鍋に打席が回ってきます。鍋としてもやはりバッティングはいいんでね、ここは打ってアピールしたいところ。鍋バッティングいいんでね、やっぱり得点圏にランナーがいると1点でも入る確率があるので、吉岡には盗塁のサインを出して、少しスタート遅れたんですが、スライディングうまくかわして悠々セーフとなります。ノーアウトランナー2塁、得点圏にランナーを置いてバッティングのいい鍋に回ってきます。1打で2塁ランナーが帰ってくるので、3対11点でも多くリードを、ね、広げて、2番手ピッチャーの次の橋本につなぎたいところ。ここはボール球見極めてフォアボール。鍋も素晴らしいです。ノーアウトランナー1、2塁、チャンスが広がって、ここでバッターは今日絶好調のテッタに回ってきます。今日テッタはショート内野安打、そしてセカンドゴロ進塁打でエラーを誘う打球で、出塁、そして、2盗塁と素晴らしいテッタの出塁。ただサインミスはありましたが、今のところ素晴らしい内容です。ここでテッタ、ここもテッタに求めることはきっちり右方向に叩きつけてランナーを進めることが大事です。叩きつければテッタの足だともちろん内野安打もあり得て、少しのファンブルでそれがエラーとなり出塁するという、これもきっちりできるかどうか。まずは叩きつけることが大事です。さあ今高めのスイングしたんですけどね、スイングの軌道がやはり上から叩きつける意識があるスイング軌道なんで、意図としては素晴らしいです。そしてここしっかり叩きつけたんですが、鍋がちょっと第2リードとスタート遅かったですかね。セカンドでアウトになり、ワンアウトランナーは1、3塁。ただ結果としてはね、ランナーは進めましたし、まあ、テッタが、1塁から2塁盗塁してワンアウト2、3塁になれば、まあ、結果オーライかなと思ったので、まあいいでしょう。そして先ほど偽装スクイズ失敗したので、サイン大丈夫かなと思ってもう一度偽装スクイズを出して、テッタが2塁に来ました。サイン分かってましたね、よかったです。ワンアウトランナー2、3塁で、ここでガッキーで、ここでね、3塁のランナーの指示としてはギャンブルゴー、ギャンブルスタートということで、バッターが打った瞬間もうゴー切れというサインですね。先ほどまで1、3塁の時はゴロゴーで、2、3塁になったら守備位置が変わるのでギャンブルゴーに変えたところで、注文通り叩きつけてセーフになるはずなんですが、
吉岡がゴロゴーだと勘違いしていて、テッタはギャンブルゴーだと思ってたのでスタート切ってたんですが、これは吉岡のサインミスです。でガッキーとしてはギャンブルスタートなのであのバッティングで三塁ランナー悠々と本来だったら帰ってきて打点1だったんですが、やっぱこういう野球をしていると上じゃ勝てないので吉岡今のは評価が下がってしまいます。なおもランナー2アウト1、2塁でバッターは3番の朝日。これテッタには3投もいけたらいけよというサインは出してました。ただ前ねガッキーはねいけると思ったでアウトになって、3投は確実にいけるっていう時だけいけという意味なんですけどね。そしてここは確実にいけると思ったんでしょう、テッタが3投して成功。そして1塁ランナーのガッキーも2塁にスタートしてダブルスチール成功ということで2アウトランナー2、3塁。そして吉岡のサインミスで若手がミスしたところをベテランの朝日がしっかりと三遊間抜けるあたり、レフトめっちゃ前いますね。セカンドランナーガッキーは帰れず、三塁ランナーのテッタはもちろん悠々とホームインで朝日のタイムリーヒットで3対1 1点広げました。朝日ナイスバッティングです。お手本通り素晴らしい。まずはこの3投、この3投がなかったらね1点入らなかったですから。でレフトがかなり前に守っている状態で朝日がきっちりと仕事をしてくれました。ベテランの仕事です、素晴らしい。ただこれレフト前いたのは素晴らしいですね。レフトが定位置だったら余裕でガッキーも帰ってきたら4対1と3対1また話が変わってくるんですが、朝日素晴らしい仕事をしてくれました。そして続くバッターは4番の岸里。怖いもう。ここでもう1本打って4対1と3点差に広げたい場面。ここはボール、あ、ここストライクなんですね。もう1点もう1点今のはストライクということで追い込まれました。そうですね、今のボールがストライクって言われるとやっぱりあの高めのボール球にどうしても手出しちゃいますよね。まあ、でもしょうがないです、あれストライクって言われたら話にならないんでね。ここはしょうがないです。これは岸里この見逃し三振はしょうがないです。これはもうあそこに投げ切ったピッチャーが素晴らしいです。はい、ということでこの回は1点追加しました。朝日のタイムリーで3対1ベイちゃん広げて、5回の表見ていきましょう。この回からはピッチャーが変わって橋本、そして守備も何人かこの回から変わります。レフトには田上さん、そしてセカンドには堂田、そしてレフトを守っていた星がファーストということで、セカンドの宮上とファーストの雄介がベンチに下がったという形になります。最後さあ時間的にね、試合終わったと分かったんですけど、この回が最終回となりますが、この試合の時ではまだこの回が最終回かどうかは、まだ分かってなかったので、まあ、この回がまだ次の回もあると思いながら、僕たちは守っていました。ここは高めに浮いた球をセンター方向に弾き飛ばされて、打ったバッターはセカンドまで進みノーアウトランナー2塁となります。これ先ほどの回のテッタの3投と朝日のタイムリーがあってよかったですね。あれがなかった、テッタの3投なかったらやっぱりこれね今1点差で結構危なかったんですけど、まあ、2点差あるんでね、このランナー帰ってきたとしても1点リードしているので、まあ、1点は OK だよっていう風に言ってて、ここのボテボテの打球をテッタがこの送球素晴らしい。もうあのステップであの送球のタイミングでしかアウトにならなかったんですよね。テッタの機敏な動きと、そしてテッタの強肩、そしてこの野生的本能といいますかね、もうこれでしか間に合わないっていうタイミングでこの投げ方でこの送球素晴らしい。見てください、これは超ファインプレーです。ワンアウトランナー3塁となります。今のがねやっぱり送球がちょっとでも遅れたりしてセーフになってるとノーアウト1、3塁ということで同点のランナーになっちゃうんでね、これはねワンアウト3塁で1点返っても1点差で2アウトランナーなしにすれば OK。 そしてこの打球センター方向に飛んで悠々の犠牲フライとなるんですが、これで2アウトランナーなしとなりますから1点返されて3対2となるんですが、2アウトランナーなしなので全然 OK です。ここを切って取りたいところ。バッターは3番バッターですからね、初回にライト前ヒットを打ってるバッターになってます。2打席目はフォアボールということで、今日2打席全部出塁してるバッター。ここで怖いのはやはり長打警戒ということで、ちょっとどうしても橋本が高めに浮いてたんでね、
ここはきっちり低めに投げて低い打球を打たせるのが大事。シングルは OK です。いいですね。ワンバンにはなったんですが、あの低めの意識が大事。鍋も今のはナイスストップです。これはいいボールなんですが外に外れてボール。グッボール、グッボール。インコース構えてます。ここは高く上がってセカンド、どうだ、フライ大丈夫か、取りました。風強かったですが、ね、取りました。ただはしゃぎすぎです。ただのセカンドフライなんですけどね、はしゃぎすぎです。嬉しそうですね。はい、ということでここで、まあ、時間が来ていたのでもうここで終わりということで、ガルウェイベースボールクラブさんとの試合は3対2でベイちゃんが勝利を収めました。ありがとうございました。